テレビちょっと見すぎたかなみたいな。まあいいやな。そんなわけでですね、この間のね、あのライブ終わったばっかりのね、あの時のビデオは真っ赤けっけだ、ね、ちょっとね、問題ありありかなと何や音もなくグラングランに割っちゃって、そうそうそう、まあライブやってる時はほら、あそこはどうしても影みたいになっちゃうの、あれはしょうがない。でもあれもまたさ、なんかちょっと本当は手をね、考えて前からなんかライト当てるとかなんかちょっと考えなきゃいけない ね、うん、ライブとしてだって楽器も何使ってるか見えないし、顔なんか全く見えない。そうなんだよ、ね。だからこれはちょっとねえだろう。なんとか今度懐中電灯でこうやって下からこうやって照らすとかさ、幽霊か。なんかねやんなきゃいけないね。まあでもあのこの間使った楽器をほらあのこの間の放送では面白くないような感じでさ言っちゃったけど、まあ、面白くないっていうかちょっとね良くなかったなんて言ったけどね。うんうん、あれはそのなんか全曲通じちゃったなっていう部分で、そうそうそう、決してねそのなんとか。曲によっては合ってたよね、そうそう、うん、聞こえるね、そう、というわけで、今日はとりあえずこの間のライブの中からまたちょっと影みたいになっちゃうんですけど一曲ね、With You という曲、うん、あっちの曲はね、あのギター別になかなか合ってたんで、うんうん、なんでちょっとそっちを聴いてもらおうと思います。はい、それでは皆さん、どうぞ。I'm sorry.
11月21日のライブの中から熱意を聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。さて次回のライブですけれども大晦日に予定をしております。まだハッピーチャットのマスターに連絡をちゃんと取っていないので確定はできないんですけれども、一応大晦日にライブを予定しております。でハッピージャックで大晦日にライブをやる場合にはハッピージャックの方で出演されているコバーさんという方も栽培になるんじゃないかなと思います。そんな次回のライブはもちろん単独ではないんですけれども